レリビは、インテルが社内用のソフトウェア開発プラットフォームとして、開発中の半導体製品の社内コードである。これはインテルが進めている、メニーコア戦略による次世代 CPU 製品、または汎用処理能力の高い GPU 製品として、開発を進めていたものであったが、グラフィック用半導体製品として販売される予定は当面なくなった。レリビは、 従来型の GPU 製品のように、グラフィック処理用の命令セットを単純で、専門化されたプログラマブルシェーダで、固定的なパイプラインにより実行する代わりに、エラーブニーと呼ばれる100以上の新規命令で、拡張された X86 命令セットを実行する16個、またはそれ以上の CPU コアを一つの台上に、まとめて持つ製品となる予定であった。 グラフィック処理に専門化された GPU のアーキテクチャでは、プログラム実行を細かく指示するホスト役の CPU が必要になり、処理データの受け渡しにまで実行時間を割り当てる必要があるが、X86 命令を備えたレディビでは、ホスト役も含めて処理が行えるため、処理データの移動が基本的に避けられる。 グラフィック処理だけでなく広範なデータ並列処理の用途に向けて GPU から派生したグップグップもレリビと似た位置づきにあるがレリビがスカラー演算部を得意とする汎用演算用の IACPU に深度型演算機能を取り込んだのに対してグップグップは GPU のプログラマブルシェーダーやキャッシュ機構の改良による汎用演算性能の強化が進められているという違いがある 本半導体が製品として登場していれば、インテルの主流 CPU である、コアニアコア i7 といった従来型の IACPU ファミリーと GPU との中間領域、または両者を兼ねたものとして使用される予定であった。ストリームプロセッシングを行う多様な用途、例えば物理シミュレーションによる、3D ゲームや高解像度動画像処理、HPC サーバーなどでの使用が対象となる。 この半導体は2009年末現在で見れば GPU 製品である NVIDIA の GFORCE シリーズや AMD の r a d オ o n シリーズなどの製品市場で競合する予定だった。また近い将来は AMD Fusion とも競合する可能性があった。2006年12月のインテルデベロッパーフォーラムによればデレビは1.7から 2.5GHz で動作し16から24の インオーダー実行コアで修正された X86 命令セットおよびテクスチャ処理ユニットとグラフィック向けの典型的なハードウェア処理が実行されるとされた。アルステヒニカのジョン・ストークスはレリビのマイクロアーキテクチャは Pentium MMX をベースとしているだろうと示唆している。レリビはインテルの技術研究プロジェクトであるテラスケールコンピューティング研究計画の研究成果が 使用されている。インテルは、テラスケールコンピューティング研究で、レリビを含む並列演算処理のプログラム技術用に、C 言語を拡張したカラット言語も開発している。また C や C もレリビ用に拡張している。インテルは2007年の段階では、レリビの製品化を2009年後半、または2010年としていた。2009年9月23日、 IDF2009 にて試作カードによる実機デモが行われた。6プラス8の補助電源で動作しにスロットクーラーを搭載していた。2009年12月8日、開発の遅延と満足なパフォーマンスを得られなかったことから、2009年12月までに GPU としての開発は中止され、2010年にソフトウェア開発プラットフォームとしてリリースする予定とされている。 レリビのブロックダイアグラム第1世代のレリビ製品の構成として伝えられているものを以下に示す。リングネットワーク16個の CPU コアブロックや周辺回路が台内の高速双方向リングネットワークで結ばれデータの外部とのやり取りやレベルにキャッシュのコヒーレント制御を行うのに使用される。それぞれ片方向で512ビット幅の転送路を持つ。 隣接ユニットとの転送はにクロックごとに行われる CPU コアブロック Pentium P54C 相当の2命令同時発行可能なインオーダー実行型のスカラー演算部に加え、ベクタユニットと呼ばれる16個の並列演算処理部を持ち、単一の命令処理によるホモジニアス CPU コアを構成している。このスカラーとベクターの演算部に加えローカルで、 命令用3 2イトとデータ用3 2イトの合計6 4イトのレベル1キャッシュと2 5 6イトのレベル2キャッシュを持つ。命令用とデータ用のレベル1キャッシュは一つのスレッドごとに1 6イトが割り当てられ、4イのマルチスレッドに対応するのでそれぞれの合計が6 4イトとなる。命令キャッシュから、 インオーダー実行によるインストラクションデコーダブへ命令は伝えられ、内部的には2つのスカラー演算部と16ワイドが同時処理を行う深度型ベクター演算部が制御される。ベクター演算用のレジスタは1つのスレッドごとに32ビットの16個で合計512ビット長のもの32本分にアクセス可能であり、4ウェイのマルチスレッドの対応する。 合計128本分を持っている。レベル1キャッシュもレベル2キャッシュも共にプリフェッチ可能である。リングネットワークインターフェース部が外部メモリや他のコアとの連絡を行う。これらが一つの CPU コアブロックを構成している。フィックスドファンクションロジックテクスチャーフィルターを備える。テクスチャーフィルターはレベル2キャッシュを経由して入出力を行う。 入出力インターフェース外部との入出力にはシステムインターフェース部とディスプレイインターフェース部を持つ。レリビ用命令セットはペンティアム世代の完全な X86 命令セットに加えて32ビット整数演算、32ビットと64ビットの不動小数点演算やビットカウント、ビットスキャン、キャッシュ制御といった100種類以上の新たな命令が加わった。 インテル副社長の一人であり、インテルラブスを統括しているジャスティン・ラトナー氏は2011年9月13日から3日間開かれている IDF2011 の初日のキーノートスピーチにおいて社内でマイクと呼んでいる新たなアーキテクチャに基づくナイツ・フェリー・メニー・コア CPU。チップ自体のコードネームはオーブリー・アイルと呼んでいる32個のコアを集積した。 ベニーコア半導体をすでに一部の研究者向けに提供していると公表した。このマイクアーキテクチャは、ザヨン K などインテルの通常の CPU と組み合わせたヘテロジニアス構成で使うことを前提としたコプロセッサであるとしている。マイクアーキテクチャは、レリビ用として開発されたエラーブニーと呼ばれる100以上の新規命令で拡張された X86 命令セットを実装しており、 512ビット幅のベクタ実行パイプラインを備えたコアを従来の X86 系のプログラムで制御可能にしている。また、ナイツフェリーでの経験を活かしたマイクアーキテクチャの正式製品として、チップ自体は22ナノメートルプロセスを用いたオーブリーアイルと呼ばれるコア50個以上を集積するナイツコーナーの製造を計画していると公表した。ありがとうございます。